はい、それでは今回も引き続きウィザリングルームズ実況を始めていきます。前回は最初の魔女を倒した後、悲しきバグに見舞われて、それを解決するために一度死んでみたものの、結局はあんまり意味なかったということでただただ全部の持ち物を失うという悲しき結果になってましたけれども、まあ、そこからですね、でちょっとお金はある程度持ってたんで、ローとかを買ってね、呪文を作ったりはしました。少しだけですけど、でもやっぱりこれね、作ったこう薬とか応急処置キットとか守りろうそくとか見るとね、かなり寂しい持ち物になってしまったんで、結構これ死んだ時のダメージでかいなってことも分かりました。まあ、ということでまたね、観測室、マップ全部リセットされてるんで、観測室から行きたいと思います。まあ左から行ってみようかな。あ、でもこれ構造自体はそんな変わることはないのかな。哲学の夢とかもこれ読みましたもんね、多分。儀式で体にオーガングリースを塗って力を強化することができる。前回見つけた装置の話ですね。オーガングリースを蒸発させて、そのガスを吸入すればさらに強力な効果が得られる。あれ吸入してたんだ。ここ行くと、あ、そうそう、この人がいて調べる。あ、アイテムとか落としてくれる。結局ちょっとこれあのアイテムとかとか、わわわわわあ、でもこれ僕今ね鏡の盾持ってるんで、魔法に対してはかなり強いはず。お、火とか火とか撃ってこい。あ、これ物理ダメージみたいなの効いちゃうんだな。あー、いてててこういうのは効いちゃうんだ。あ、そうか、呪いダメージじゃないもんな。呪いダメージは反射するけど、こういう普通の炎とかトゲとかはやっぱ効いちゃうんだな。えいえいえい、下から突き上げて、おいおい、あー、やばそうこれ。あとは出血でダオリカなるか。非常に悲しい話なんですけど、いきなりチョコレートケーキです、これは。体力的には、よ、あと、鞭を主力の武器として選んだけど、やっぱ斧とかの方が強かったかもなってちょっと思ったりもしてます。アイテムめちゃくちゃ持ってる。やっぱこの辺りのアイテム稼いでいくことも結構大事だな。あ、でも斧手に入れてるわ。はい。じゃあ斧にしとこうかな。これも一応ショートカットで、ここの斧にしといて。で、やっぱり鏡の盾はね、呪いのダメージを 100% ブロックってことだから、まあ一応これ金属の盾の方がいいのかな。ちょっと金属の盾に変えときます。汎用性高そうなのはそっちだよな。よっ。せっかくこう倒したんで、ここ、見ていこう。西の階段、玄関の方に行かなきゃいけないっていうのはなんとなく理解してるんですけど、これは地下か。うん、西の地下の階段、取れるものは取っておこう。ちょっと地下は気持ち悪いから地下は若干気分悪いから、先にこっちの方とか調べていこうかな。スコーン、はい。これ幽霊いる？同じようにいるな。はい。お、ピアノ弾いてるところ、激写、素晴らしい。でリロードしといて、体調べて、ちょっとん、ちょっと待って、誰かいる、まだん、あ、全然物理、こいつね、こいつ前回さ、僕あれだよな、なんか鎧召喚してそいつに全部やってもらったからまともに戦うの初めてかもな。よっ、いってー、ダメージ高っ。2回振ってく、うーわ、そんなこともしてくんの、やばいやばいやばい、これ杖買った、ちょ、まずいな。ちょ、覗いてみる。うわー、最悪、こいつとあんま戦いたくねえ。つえな、めちゃくちゃ。さあ、出た、ちっちゃいゴロつきだ。
このちっちゃいゴロツキ、何倒してていいの？こいつやり過ごすっていう手もあるな、正直。ん？あ、大丈夫だ。なんか映ってんのかなと思った。ね、隠れるって手あるよね。ほら、これ。ちょっと鎧どっかから持ってくるか。そうした方がいいかも。うわうわ、このガスは効いちゃうんだ。うわ、体力自体はな、そんなに高くなさそうとかって言って高いか、普通に。やっぱり、ちょっと応援呼ぼう、応援を。あれ、なんかハテナマークついたものだな。どっか見逃してるわ。で、ここ最初のところだよね。これ最初のところとか帰ってくる意味あんのかな。だから西の階段の向こうが多分玄関になってんのかな。前見たマップとか思うと、1階の一番左側の、ね、なんか場所だった気がするんですけど。てか出てくる敵もみんな強くなってる？あ、いや、そんなことない。これ、最初のメイドさんだ。振りが早かった気がする。攻撃の。よっ。ガード。ん？っていうか、僕と同様にリーチが短いな。よっ。これ、振り向いた後の攻撃、しっかり左向いてから殴らないといけないってことを前回学びました。指とかね。だからこの辺りは、ちょっとレベルアップって感じだな。その、奉納の儀とか、オーガングリースとか作ったりして、ナイチンゲールを強くしていくっていう、ことが結構必要になってくるかも。今普通に戦ってるけど。ちょっと辺りぐるぐる見て回ってみようか。その過程で急に死んだりしてたら、なかったことにしたいところだけど。オーケーオーケーオーケー。おい、たまに出てくるやつね。あれびっくりすんだよな。あれ何本当に。この辺りちょっと物資をちょっと充実させていこう。この辺りは多分、結構死んだらやり直さなきゃいけないところの一つだな、これ。あ、応急セット、ありがたい。うわぁ、仮面の男がいたところも変なやついるじゃん、また。いや、これ、さすがに、甲冑のこの騎士を呼ぶときが来たわ。なんか強そうな、この頭に羽がついてるやつにしよう。呼ぶなら。よっ。来い。で、あと結構世界が変容してきてるわ。呪いが、大丈夫だよね。あれ？なんか出てきた。え？なんだ？呪いが強すぎると出てくるやついんの？もしかして。なんだなんだなんだ、左右で挟み撃ちだあ、呪いの見張りのろうそく。あ、これなんかいるって言ってたな。お、呪いの玉の呪文そのまま手に入ってる。すごい、呪いの見張り、そんなやついんの。でもってこんなやつからろうそく手に入んのか。すごいじゃん。呪われることにも価値があるぞ。わあ、もうこれせっかくだからさ、これもう2人持ってくか。よっ、これ2体持ってっちゃおうぜ。てかあいつ、呪いの見張りのろうそくとやら、ちょいちょい必要になりそうなんだけど、いくつか欲しいな。また出てきてくんないかな。こっち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 。鎧さんこっちです。こいつ、やっちゃってください。いけ！うわ、一振りでそんな食らう。やっべ、ちょ、後ろから殴っ、いや、やっぱ強いよ。マジかよ。いや、つ あと呪いが。あー、こんなところでたくんじゃなかった。ちょっとこれパキッとしなきゃいけないかも。ちょっと例の杖でパキパキしといて、よし戦うか。すごいね、呪いの玉の呪文をこっから飛ばして。ああ、あんまき、あ、なんかガードされてるわ。えら、この子。収穫フィールドどう？あ、収穫フィールド結構効いてるな。なんたら足遅いから
結構そのあたりずっといてくれたら、あ、当たりに行く必要なかったね。うわ、鎧でも結構やられちゃうんだな。まあその代わり手に入るアイテムはかなり多い。何これ、アーティファクト。毒ガスを発生させ保有者と付近の人物全員が5秒ごとに毒ダメージを受ける。ならず者の指輪。あ、ならず者の指輪は前もあったな。何それ、自分の毒耐性めちゃくちゃ上げたら敵に毒を与え続けられるってことかな。この甲冑からちょっとだけコインもらえるシステムよ、2コインぐらい。わあ、仮面の鎧やっぱ、あ、仮面の鎧じゃないわ、仮面の男やっぱいませんね。ピーターは本当に抹消されてしまったのか。あ、あとそれとね、探索してたら見つかったこのお守りっていうアイテム、一つだけ装備できるらしい。オニキスの五芒星、呪いの最大強量と呪文のダメージと、呪文の攻撃時に呪いダメージの 25% が物理ダメージに変換されるっていう、まあつけて得しかしないアイテム手に入れてます。毒ガスか、ちょっと毒耐性をかなり上げられるようになったらつける価値ありですね。はい、で他のアイテムも結構手に入ってきてます。割と1階のところをずっとくるくる回ってるだけだけど、あと優雅なドレスっていう新しい装備も手に入れた。これはちょっと呪文ダメージ上げるやつなんでちょっと置いといて、そうですね、まあこのアイテムとかもいろいろと手に入ってます。はい、まあ雑貨もね。だからちゃんと探索していけばある程度ね、まあ、死んだものとか死んで落としたものとかは、ちら誰かいるのこれ。わー、ピーター、ピーターって言ってる。あれ、なんだったっけな、この子の名前。ダービーズだっけ。おい、え、なに、回避を見切ってただぞ。はい、モスティン卿、申し訳ないって言ってる。いいんだよ。お、応急処置キット、ありがたい。よし、ある程度アイテムとか、そう、呪いの見張りのろうそくとかも手に入ったから。あ、そもそも呪いの見張りのろうそくってそれ自体の効果は、あ、ろうは硬くなってて芯には火がつかない、奉納の儀でしか使わないアイテムなんだな。これはちょっと持ってっても良さそうだな。はい、持ってきました。前回ベガって呼んでたけどベカでした。ベカ・メイソン。そうですか、話してみる。呪いについて、呪いについては持論があります。呪われてる時に見るものってちょっと不気味でしょ。ちょっとだけ、つまりそれほど怖くはないってこと。最初の魔女が言うように悪魔か何かの仕業ならもっと怖いはずでしょう。なるほどね、血だまりが浮かんでるけどそれだけ。でも魔女は訓練のために臓器から粉を作っています。呪いについてもっと簡単に説明がつくのは確かなんです。呪いがかかると夢の中がごちゃごちゃになってしまいます。確かに、いろんなものが浮いたりしてますもんね。私が話したことは最初の魔女には内緒にしてくださいね。そうなの。ドールハウスについてはまたちょっと後で。はい、ということで見張りのろうそく。いやー、これね、ちょっと後から思ったけど、なんか幸運ばっか上げていくっていうのもありかなってちょっと思ったりしてました。速度ずっと上げてたけど。このあたりちょっと好み分かれるとこですね。ちょっとラッキー度上げていくかな。毒の耐性も上がっていく。はい、素晴らしい。あなたはすぐに私を超えていくでしょう。そんなもんかな。てか、ナイチンゲールのポテンシャルがすごすぎる説がある。あ、今のところ教えることはもうありません。これが最後の報酬です。他の団員たちもあなたに敬意を払うことでしょう。魔女団員が知ってることの全てをお話ししました。あ、ほんと。あ、これを持ってると他の団員が敵意を持たなくなる。それは嬉しいけど、軽い。呪いのダメージを 15% 多く受ける。いいのかな、それ。魔女の帽子をもらった。呪文ダメージなぁ。まあでも魔女団員めっちゃそんな強いってわけでもないから、ちょっと いっぱいいすぎて困った時にはちょっと装備するってことにしよう。あ、小さいゴロツキだ。子供のゴロツキはいっぱいいる。で、ジェレマイヤね。ジェレマイヤの話も聞いてなかったな。家について、こんな美しい家を手掛けられて光栄だ。父と叔父が建築に関わったんだ。あ、そうなんだ。
アルフレッド・モスティンはこの地域の建築家をほぼ全て雇った。それから大陸の職人たちも招いた。夢ではちょっと違う家なんだけどね、まあ、偶像は正確には描写できないって言ってましたもんね。この家にはアルフレッド・モスティンの要求で秘密の通路が一つ作られている。夢の中ではもっとある。あ、そうなんだね。地下室に赤いドアが一つ追加されているが取っ手がない。この前だ玄関の暖炉から隙間風が吹いてくるという問い合わせがあった。調べてみたら隙間風は下から吹いてきてた。玄関の下なんて何もないのに。なるほどね。屋根裏にも聞いてみますか。屋根裏は俺にとってずっと頭痛の種。屋根が毎月1回ぐらい雨漏りする。夢の中じゃもっと厄介な場所。それはなんか前も誰か言ってましたね。奇妙なことにそこに開かずのドアがあって管理用のキーでも開かない。多分ロバート・ブラケットの秘密の研究室じゃないかなということで。魔女についてはちょっと聞いたり聞かなかったり。あー、結構いろんな変わった指輪持ってるな。あ、前見たこの香炉ね。どこからの回復効果が高まり、攻撃による毒ダメージをブロックできる。あー、4秒ごとに毒の累積ポイントが1低下。それとさっきのやつ組み合わせるってことか。武器とかはある程度持ってそうですね。投げナイフとか何個ぐらい買えるんだろう。あ、4個まで買える。なんかなんとなくパッパッパって買っちゃったけど。縦の指輪。いや、指輪なぁ。なんか装備できる数増えそうな気もするけどな、将来的に。よし。じゃあ、ここを覗き見る。外誰かいる？あ、これ2階かぁ。ちょっと臓器の処理施設行って、オーガングリースによる強化でもするかな。あ、出た。こいつ強いんだよな。あー。魔女教団の服着とけばよかったぜでもなかなか、あ、いって、やばい。これとにかく正面一回振らせて後ろ、う、い、倒せる倒せる倒せる。大丈夫大丈夫。あっぶんねー。ちなみに競争剤、いや、ちょっと待ってよ。スコーンで今どれぐらい回復する。スコーンでもだいぶ回復するな。体調べる。え、レーション、体力プラス100。イギリス軍のレーションの缶。レーションね。あ、やべ、開けちゃった。ちょっと見てみていい？なんかいろいろいそうだな。ちょっと閉じとこう。臓器の処理施設の方に行きたい。おお、多分誰かいるってわけじゃなさそうだけど。アイテムは特になし。ハテナマークないもんな。これ何必要なんだっけ。あ、オーガングリースが3個いる。で、オーガングリースは何からでも結構作れる。いろんなもので。あ、幽霊の残骸とかでも作れるんだ。はい。じゃあちょっと作ってレベルアップしておきます。いや、この辺りは結構楽しいな。その2パターンのね、強化方法があって。まあ、奉納の儀は今一旦終わっちゃったけど。よいしょ。オーガングリース4。やっべ。どんどん指とか臓器とか必要になってくるじゃん、このゲーム。マジで？で、なんでね、幸運値上げたいかっていうと、この、致命傷の指は与えるダメージが2倍になる確率 11%。 これをね 20% ぐらいまでにしたい。 20% ぐらいまでにしてこの指輪を装備して。 20% はかなり、まあ、15% も結構出るイメージあるけどな。よ、この辺り見て回ってるだけで結構ね、アイテム手に入る。あ、哲学の夢3。これは多分読んでないかな。夢が一日の終わりに最初の状態に戻るとき、すべての住人たちは現実世界でいた場所と夢が認識している場所で目覚める。通常はベッドの中。この過程を回避する方法はいくつかある。その一つとして、血液が塗られた棺のような構造物の中で眠るという方法。魔法の儀式の中には人を別のベッドに縛り付けるというものもある。さらに夢の住人を焼いた灰をオーガングリースと混ぜると、その住民を完全に抹消できる。あー、
ピーターは抹消されてしまったかもしれん。え、マーガレット・ブラトケットの部屋さ、なんかめっちゃぐちょぐちょ言ってない？ちょっと入るか。誰だ？痛い。ちょっとそのさそのびっくり箱みたいな魔女、それ何それ、痛えんだけども。毎回基本はもう攻撃振らせて後ろ回って切る、もうこれ、これが鉄板です。救急キット使うか。で、青の魔法もちょっと持ってるから切っておこう。これ青の魔法強いからな。あ、てかナイフ投げんの忘れてた。全然マーガレット・ブラケットの部屋何にもなさそうだな。あ、最初の魔女の寝室。あ、最初の、ん？あれは何だったの？え、誰かいる？